おい、こんなんで着座調整してたら窒息しちゃうよ。本当だ、機体番号も濃いグレーで書いて目立たなくしてあるね。出撃の可能性は十分にあるということね。そのようだな。完全に包囲されているな。いや、そなたを連れ戻しに来たのだ。ああ、そのようだな。国連軍の基地内とはいえ、他国の軍隊が無断で上陸してきたのだ。主権国家としては当然の措置であろう。そういう問題ではない。すでにアメリカ軍はこの基地に進駐している。その事態に対する当然の反応だと言っているのだ。目的が同じであっても、重んじるものが違えば道をたがえることもある。それは貴様の言う通りだ。だがそれだけではないのも事実だ。月夜に、そなた何をしている。殿下の危機を知りながら何故ここにいるのだ。はっ、お言葉ではございますが、明夜様の警護こそ私どもが殿下より賜ったお役目でございます。バカ者、知れ事を申すな。今帝都がどうなっておるか知らぬわけではあるまい。重々承知しております。そうであるがゆえに明夜様のおそばを離れるわけにはゆかぬのです。そなた、己の申していることの意味が分かっておるのか。私のことはよい、早く行け。行かぬか。なりません。こればかりはいかに明夜様のご命令といえどなりません。おのれ。恐れながら明夜様、月読み様とて殿下を案ずるお気持ちは明夜様と同じ。しかしながら私どもにとりまして明夜様も大切なお方。控えろ、巴。さようでございます。私どもとて身を引き裂かれる思いでございます。明夜様、どうか月読み様の心中お察しくださいませ。殿下直々に賜った明夜様のおそば役を私どもがどうしてないがしろにできましょう。やめんか。もうよい。明夜様、月読み、
許すがよい。私がどうかしていた。いえ、決してそのようなことは。そなたたちが殿下の命に背くなど決してありえぬこと、私も重々承知していたはずだったが、神尾、巴、恵比寿、許すがよい。滅相もございません。私どもこそお許しを。ああ、貴様たちはもう下がれ。ハンガーにて待機せよ。はい、メイヤ様、失礼いたします。つい取り乱してしまった。許すがよい。どうなのだ。現在近衛軍第二連隊と決起部隊が堀を挟んで睨み合っています。決起部隊は帝都城に背を向け、銃口こそ殿下に向けておりませんが、包囲部隊の数は徐々に増えている模様です。では殿下はご無事なのだな。はい、警護を預かる第二連隊は精鋭中の精鋭です。ご安心ください。おそらく甲信越絶対防衛線から派遣されている部隊である。帝都奪還作戦の主力は北関東絶対防衛線と第二次防衛線から抽出されたと聞いている。国家の主権が下らぬとは聞き捨てならんな。では貴様に尋ねる。例えば国連の方針が特定の国家の世界戦略を色濃く反映するものであったとしよう。そしてその国家が多様性を認めない自国中心主義であったとしても、貴様の答えは同じなのか。ほう、ではベータとの意思疎通が可能になったとして、人類の生存が叶うなら彼らの支配を受け入れるというわけか。では別の例えをしよう。貴様の部隊が敵と交戦中に部隊内部でトラブルが発生し窮地に陥ったとしよう。偶然その付近に展開していた私の部隊からトラブルの解決に協力したいとの申し入れが来る。提案を受け入れなければ貴様の隊は全滅、受け入れればトラブルは解決し勝利する可能性が高い。だが受け入れれば貴様の部隊は強制的に私の部隊に編入され、全ての精神的肉体的自由を奪われ、私に隷属することを強制されてしまうとしよう。それでも貴様は私の提案を受け入れるかな。勝利が得られるのであればどのような提案も受け入れるのだろう。どうした、主権がくだらないものであれば考えるまでもなかろう。もうよい、そこまでだ。つくよみ。そなたたちはここにいるとして、近衛軍はどう動くのだ。それはなんだ、タケルが情報を漏らすとでも言いたげだな。この者の言動は国連、引いてはアメリカ寄りです。そなたは帝国近衛軍、私たちは日本国民ではあるが、今は国連軍に属している。タケルの考えはその意味で間違ってはおるまい。それでは差し障りのない程度に。
それでよい。タケルと同じく私も部外者だからな。城代省は帝都城敷地内にありますので未だ健在です。それによりこの絵軍の統制は依然失われておりません。首謀者の声明にございました殿下にあだなす所存なしという言葉、今のところ誠のようです。帝都民に被害は出ておらぬのか。は、今のところは。そうか。ですが先ほど申し上げましたように帝都城を包囲する部隊は増強されつつあります。状況は予断を許しません。確かに決起部隊側は殿下の勅命を賜ろうとするはずです。それが彼らの正義を証明する唯一の手段ですゆえ。ですが殿下の重臣を殺害したことは殿下の御心を曇らせているはず。直ちに勅命が発せられることはありえないでしょう。しかし時間が経てば経つほど帝国軍の体制が整う。アメリカ軍が介入してくる危険もある。さようでございます。帝都が戦場となる可能性も十分ありましょう。最悪だ。それに備え帝都圏に散在する近衛軍駐屯地の各部隊は帝都城に集結中です。今のところ目立った妨害はありません。私どものような独立警護部隊は将軍家ゆかりの方々をお守りする任務を賜っております。以上です。分かった。そなたに感謝を。下がってよいぞ。は、何かございましたらいつでもお呼びください。タケル、許すがよい。あの者は職務に忠実であろうとしているだけなのだ。そう言ってもらえると助かる。そうだな。どうしたのだ？鎧は教官に呼ばれてハンガーに行っている。榊さんならあそこにいるよ。あやみねはあそこだ。
みんな、ハンガーに集合よ。え？まさか。出撃命令か？違うよ。火器管制装置の微調整だって。新 OS が個人データを参照するときの設定項目が細かすぎて、自動補正じゃどうしても誤差が消せないらしいんだ。OS の設定を再調整すればなんとかなるらしいけど、今はそんな時間ないからね。わかった。何ぼーっとしてるの？白金、行くわよ。あやみねも呼んできて。何？何？シャキ。知ると後悔するよ。違う。白金は、私がうんって答えたら信じるの？どうかな？私の部屋入ったんだ。これ、読んで。いいから読んで。声に出して。いいから。極月。干渉線上。
合ってる。いくら手紙を書いても読まなきゃ意味ないし、読んでもその意味を考えようとしなければ同じこと。まあね、返事出したことないし、それ以前に読んでもいないけど。読んでもわからないから。いいから続き、読んで。最後、名前が違う。その人の名前は、サギリナオヤ。これは、その人からの手紙。手紙の後半、見て。書くのごとくなんて普通書かない。当て字。かの恩方って、あたしの父さん。萩の季節、書くのごとく。で、あやみね収穫。それが父さんの名前。私の父さんのこと知ってるでしょ。クアンジュ作戦の悲劇有名だもんね。卑怯者とか友軍を見捨てて逃げたとか、父さんのせいで負けたとか。父さんの部隊にあの人もいた。あの人は父さんを尊敬していた。父さんもあの人を自分の子供のように可愛がっていた。私が小さい頃からよくうちにも来ていた。あの人はまっすぐな人だったから、罪に問われ投獄される父さんを黙って見てるしかなかった自分を今でも責めている。クアンジュ作戦の前にあの人は負傷して内地総監になっていた。わからない。でも優秀な人だったから。私は父さんがやったことを恥じている。敵前逃亡なんて許されない。最近私に面会に来る人がいる。父さんに世話になったとか助けられたという大東亜連合軍の人たち。手紙はその人たちが直接持ってくる。その人たちは、父さんは悪くないっていう。父さんは民間人の避難と警護を優先して司令部の即時移動命令を無視することになってしまったって。
国のためにできることをなすべきである。そして国は人のためにできることをなすべきである。父さんがよく言ってた言葉。父さんには失望したけど、その言葉には従える。でも私には軍の発表とその人たち、どっちの言ってることが正しいのかなんてわからない。だからもういいのに。後悔の綴られた手紙なんて欲しくない。だから開かない。だから読まない。父さんはあの人と私を結婚させたがっていた。あの人はまっすぐな人だったから、私の同意が欲しかったのか、それとも巻き込まれないように警告したかったのか。だからもっと早く読めばよかった。おととい、その手紙を届けに来た人がこれが最後だって言ってたから封を開いた。でも早く読んでいれば、少なくとも死ななかったかもしれない。あの人が手をかけた人たち、もう手遅れ。これが白金の知りたいことの全部。満足。さっきの白金の質問。今うんって言っても白金は私を信じる。じゃあ約束守って。うんって言うから。何？あやみね、タケル！調整は後だ。すぐにブリーフィングルームに集合だ。わからん。榊たちは直接向かった。急げ！
国連軍の軍事的支援を仙台臨時政府が正式に受け入れた。あ？玉瀬事務次官と臨時政府の全権特使との会談の結果だ。約10分前に公式発表された。臨時政府が受け入れに際し絶対条件としているのは殿下の安全と保護だ。これは今後展開される全作戦の最優先事項になる。クーデター軍はこの政府の決定を殿下の御心をないがしろにする逆賊と国連に加担する売国奴の共謀だと激しく非難している。事務次官、あなたも日本人ならアメリカのそのような強硬姿勢がこの国でどのような反発を生んでいるのかご存知のはずでしょう。今は人類の未来を優先すべき時です。たとえそれが特定の集団の利益につながるとしても。それは理解しています。だからこそ筋を通していただきたい。国連軍が正義であることを世界に示すために。相模湾に展開中だった第7艦隊はすでに東京湾に向け航行中だ。当基地に上陸したアメリカ軍第132戦術機構部隊は体制が整い次第帝都に向け出撃する手はずになっている。当基地からも第一戦術機構大隊、第五航空支援大隊がすでに出撃している。現在第四第五戦術機構大隊、第二航空支援大隊の出撃準備が進行中だ。また第三戦術機構大隊が帝国軍部隊の抽出で手薄になった第二次防衛戦の支援部隊として出撃準備中である。それ以外の部隊は敵の後方撹乱を警戒し戦闘態勢を維持したまま待機することとなった。なお第三戦術機構大隊の出撃予定時刻は1940。これに合わせ我が隊も出撃、後方警備任務に当たる。任務の重要度、戦力バランスなど様々な要件を考慮した結果、我が隊も出撃せざるを得ない状況だと判断された。任務内容は東ヶ島城の警備、作戦区域は芦ノ湖南東岸一帯とする。なお当任務には横浜基地駐留の帝国近衛軍第19独立警備小隊も随伴する。我々はアメリカ軍が進駐している横浜基地所属の部隊だ。その上貴様らは日本人だ。余計に帝国軍の反発を買う可能性がある。作戦区域では厚木基地の帝国軍部隊が周囲を固めることになっている。作戦行動中に何か言われるかもしれんが絶対に挑発には乗るなよ。それに殿下を取り巻く状況が不透明だ。帝国軍将兵の苛立ちは相当なものだろう。教官、質問があります。
実際に武力による挑発や攻撃があった場合、防衛行動は認められるのでしょうか。この作戦は国連と臨時政府が決定したもので、殿下のご裁可をいただいたものではありません。帝国軍が我々を侵略者とみなす危険性があります。アメリカ軍のご利用しがあったとはいえ、これは正式な手続きを踏んだ国連軍の作戦だ。それに手を出せばどうなるか簡単に想像がつくはずだ。同じ日本人として彼らの理性を信じよう。では引き続き移動経路について説明する。1940-87式自走整備支援担架にて国道16号跡を北上、東名高速自動車道跡沿いに旧海老名市まで前進。海老名パーキングエリア跡にて帝国軍厚木基地からの補給部隊と合流。補給が終了次第、小田原厚木道路跡沿いに旧小田原市まで。小田原西インターチェンジ跡を補給中継基地とし、全戦術機起動。出撃準備が整い次第、全機 C 装備で箱根振動跡を。最後に、本任務は実戦が想定されている以上、私が戦術機で直接指揮を取る。コールナンバーは〇〇だ。隊を二分し、支援車両も私が指揮する。小隊の運用としては変則的だが、やむを得まい。編成は、榊を分隊長とし、綾峰鎧を A、三剣を分隊長とし、玉瀬白金を B とする。各自30分以内に火器管制装置の調整を済ませ、ハンガー前集合。以上だ。解散。そうだね、まさか人間と戦うなんて思いもしなかったけど。何？どうしたの？え？本当に？本当に父さんが来てたの？ううん、別にいいよ。そうか、そうだったんだ。これどこで？そっか。はい。それ僕は同じもの持ってるから、多分タケルへのお土産なんじゃない？相変わらずだな。気まぐれでつかみどころのない。役所の下請け会社で働いていて、しょっちゅう外国を飛び回ってるよ。向こう水な人でさ、すぐ危険な場所に飛び込んでいっちゃうんだ。それで周りの人も危険な目に遭わせちゃうんだよね。ほんと困った人だよ。だからタケルも巻き込まれないように気をつけてね。
けどね。変にロマンチストだからそれしか見えなくなっちゃう時があるんだよ。さあ早く調整済ませないと。特に K さんとタケルはさっきサボってたからね。